皆さんこんにちは、バンチャンネルです。いかがお過ごしでしょうか。でいつものようにね、 G8 とあとは音声は Zoom の F1LP で撮っております。私は奈良公園行きまして、奈良の鹿と戯れました。スライドショーでね、写真のスライドショーに現地で撮った音声を合わせて、それを動画にして YouTube で公開するというね、そういうことをしておりましたけど、これが比較的いい感じで動画見ていただいてて、皆さん奈良公園の鹿に非常に興味があるんだなということがね、分かったので、今日はちょっとその奈良公園、どんな感じで行ったかとかね、そういうことを話します。意外とね、その奈良公園近くて1時間ちょっとですね、1時間5分6分ぐらいで大阪北部から奈良までアクセスできる電車、いわゆる公共交通機関ね、使って行きました。近鉄電車で大阪の難波駅ですね、そこまで地下鉄で行きまして、で快速でしたね。快速に乗って近鉄奈良駅まで着いて、で、歩いて春日大社とか、東大寺の方まで、鹿に餌やりながらこう楽しんだっていうね、そういう動画でございました。アクセスに関して言えばですね、本当はね、新大阪経由で以前にもバンチャンネルでもご紹介いたしました大阪東線をね、ずっと使って行きたかったんですけど、直通快速っていうね、1日4本だけ出てる電車があるんですけど、それで本当は奈良まで行きたかったんですけど、大阪東線の直通快速はですね、なんと奈良発大阪行きですね、奈良発の新大阪着は結構朝方にあるんですけど、逆に新大阪発で奈良着の電車がですね、時間が遅くて、確か10時ぐらいに始発なんですよね、日曜祝日は。なんとなく僕的にはもうちょっと早く行きたかったんで、今回は大阪南部発の近鉄奈良駅の9時34分頃の、電車に乗って、10時過ぎぐらいに、奈良に到着いたしました。だから奈良から大阪に来るには直通快速は非常に便利なんですけど、大阪から奈良に行く場合はですね、平日でも結構始発の時間が遅いんで、ちょっと使えないというか、基本的に直通快速は奈良から大阪に来る人のための電車だなという感じがいたしました。ゆっくり行く方はね、大阪東線の直通快速で行くのもありかなという感じはいたしました。で、奈良の鹿やりなんですけど、150円一束に確か8枚から10枚ぐらいの鹿せんべいが束ねられておりまして、それワンセットで150円で、その奈良の鹿公園の至る所に鹿せんべいの販売所っていう、小さいですね、出店みたいなのがあるので、そこで店員さんに150円渡して、で受け取ると。でその鹿せんべい自体が細長い紙の輪っかで十字に束ねられてますので、それを上手にね、紙切る方法あるんですよね。上と下、そのせんべいの束の上と下をこう左手と右手でそれぞれ持って、両方の手で逆方向にこうプッと回すんですよね。瓶の蓋開けるみたいな感じにすると、ペリッとうまいことその束が剥がれてくれます。奈良公園の鹿はですね、思った以上に頭が良くて腹を空かせてますので、鹿せんべい販売所の周りに結構たむろしてるんですよね。観光客が財布に手を伸ばした瞬間ぐらいから狙いをロックオンして、皆さんよかったらまた奈良公園の鹿に餌あげるとき見てください。結構目がマジというか、獲物を狙う草食動物ですねの顔でこっちを見てますから、販売所にお金を持って近づくと、徐々に鹿もその観光客との距離をこう縮めていってですね、いいタイミングでちょうどスタッフのおばちゃんおっちゃんにお金を渡して、さあ鹿せんべいを受け取ろうかなというね、その時ですよ、鹿がガーッと寄ってきて、有無を言わさずに両手に持ってる、片手に持ってる鹿せんべいをですね、こう奪いに来るというね、そういう状況になるので、だから今日はね、その鹿せんべいをどうやったらうまく鹿にあげれるかっていうね、こともそんなに難しいことではないんですけど、まずその紙の束を鹿に近づく前にもう事前に切るということですね。鹿の目の前で切るとですね、そのやっぱ切るの結構時間かかりますんで、その短時間の間に鹿がですね、もう手に持ってるせんべいを自分で奪い取ってしまうっていう、ちょっとした事故がですね、起こってしまいます。せっかく150円払ったのに、もうその1回で全て鹿に食べられてしまうということがありますので、鹿の目の前に行くまでですね、おばちゃんおっちゃんお兄ちゃんお姉ちゃんから鹿せんべいを買ったら、すぐにもう
まあ、どこか安全な場所にもその鹿せんべいを懐に隠してに、まあ、避難して、でそこで紙の束を剥がして、で一枚一枚右手に持って、今だから左手で束を持ってちょっと高い万歳した気味に束を、まあ、避難させて、でもちろんあの紙は切った状態なんですけどね、封は切った状態で、で右手で1枚ずつ鹿にあげるっていうね、それが正しいやり方というか安全なやり方ですね。でお店によってはですね、まあ、今回僕も体験したんですけど、もうすでにお金を出して鹿せんべい買った瞬間にですね、スタッフさんが鹿せんべいの束をですね、封をもう切ってくれるお店もありまして、サービスが非常に行き届いてるなという感じもいたしました。で鹿へのせんべいの揚げ方なんですけど、もちろん一般的には1枚ずつねこう揚げていくのが正しいやり方というか普通のやり方なんですけど、150円を有効に使おうと思ったら、その鹿せんべいを例えば半分に割ってですね揚げます、もしくは3分の1ぐらいにこう割って揚げるとかね、まあ、早い話が小分けにして、まあ、鹿に与えると150円がもっともっと長く楽しめるっていうね、まあ、それも一つ奈良の鹿に餌をあげる楽しみ方かなという感じはいたしました、まあ、というわけで、まあ、つい最近ね NHK のダーウィンが来たでも紹介されました奈良の鹿でございますが、皆さんもぜひですね奈良市内の鹿公園に行って、鹿と戯れてみてはいかがでしょうか。エヴァンチャンネルがお送りしました。この動画が全ての皆さんの役に立てば幸いです。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん良い一日を、そして良い鹿ライフを。鹿ライフっていつもなんやねんと思いますけどね。はい、これシートベルトしたときあれですね、このマイクの後処理気をつけなあかんな。シートベルト上からしたらいい。はい、というわけでバンチャンネルでした。さよなら。サムネを。